ち面白いと思ったことは全部やるっていう会社で、スタッフにもメンバーにも外部も内部もないから、はい、全員パートナーって僕らは言ってて、はいはい、オンリーワンチャンネル、はい、オンリーワンチャンネル始まりました。第1部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはですね、社長様、そして経営者様、そしてオンリーワンの方、そういった方々をインタビューリレーションという形でご紹介させていただいております。はい、その中で伺っているのが覚悟の瞬間ですね。そしてパワーソング、オンリーワン、そういったものを伺いながら一つの内容でご紹介させていただいているわけなんですが、今日はですね、もうやばいです。いやいきなりハードル上げるのやめてもらっていいですか。リハーサルでその話聞いてなかったんですけど超ぶっ飛んでる、ね、今方が、ね、来てしまいました。はい、本当に全部お伝えできるかな、尺に収まりますかね。いや、まあ、自己紹介は短めで書かせていただいて、はい、気楽な感じで、はい、いやいや大したことない人間ですから。過去出てる人が相当ね、有名な方とか、いい面々いますよ。こだわってるなんかキャラっぽい人ばっかりなんで、そうそう、紹介させてもらっていいですか。ああ、はい、失礼をいたしました。はい、まあ、まあ、ということで、タルタルグループの代表でいらっしゃいます、タルタナリアキさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、お願いします。まあ、タルタグループってそもそも何ぞやって話なんですけど、なんかこういろいろプロフィール見るとね、もうね、種だけにいろんな種を育てていきたいとかね、ああ、わけわからんことをフェイスブック上で書かせていただいております。いろいろあるじゃないですか。はいはい、これはね、ちょっとこう紐解かなきゃいかんと、うんうん、っていうことでね、タルタファンの人から々にですね、うん、あ、そんな部分もあるんだとか、うん、あれそんなこと考えてんのとか、うん、あれそんなキャラクターだったっけとかそんなところまで、いや多分ね、知ってる人間が見るとですね、はい、あ、これは相当キャラ作ってるな、もともとこう控えめでおとなしい人間なのですね。いや、それはないと思うんだけどおかしいなまあまあまあ、そんなところで、じゃあ実際今何をやってらっしゃるかぐらいのところから、はいはいはい、お話伺えればいいかなと思うんですけど、はい、かしこまりました。はい、そうですね、種田グループっていう、まあ、名称にはなってるんですけど、はい、実質的には僕がまあ出資をしてあげたりとか、まあ、一緒に会社を作らせていただいているメンバーが今まで10社ぐらい、はい、で、まあ、今年また15社ぐらいまでなるっていう感じの、まあ、グループを、はい、今回ね、自己紹介どうするっていうのをね、第3から言われた時に、まあ、グループでいいやっていうので、はい、まあ、適当に名前を作った、今の仮名称が種田グループというような感じなんですけれど、ホールディングス全く、あ、違う、実は面白くて、はいはいはい、株式会社種田っていう会社があるんですけど、まあ、そのグループと、今僕が出資をしてるメンバーと全く関係ないです。はい、そうなんです、はいはい、ただ仕事は振り合ったっていう感じで、互助組織みたいな感じですかね。あ、そうなんだ。そう、助け合う仲間たちの組織みたいなのが、これが種田グループっていうような形で今言わせていただいてて、はいはい、僕自身は今何やってるかっていうと、まあ、株式会社種田っていう、まあ、会社、これもでもただ何をやってるかっていうと難しくて、はい、なんか一緒に会社を作るとか、まあ、出資をしてあげるみたいなこともやってますし、資産運用みたいなの、まあ、経営者の人たちがまあ資産運用とかで、はい、悩まれた時のサポートもさせていただいたり、あと100年企業って言って、はい、日本の中で100年続く企業ってすごく多いんですよね。はい、世界で一番なんですよ。はい、で、そこの会社の事業を引き継ぐところのお手伝いとかもやらせていただいてますし、はい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 、そんなんやってると思ったら新規事業開発やってたりとか、あとちょっと変わったところでいくと、日本文化とか、はい、お寺神社とかの支援もちょっとさせていただいてるっていう、はい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 、で、まあ、そんなを全部総称して、まあ、なんかグループみたいな名前でやらせていただいてると、はいはいはい、まあ、一言で言うとちょっと詐欺師に近い。いや違う、あ、違う、いやいや、あ、これ YouTube にも出るっていう、ね、いやいや、そうですね、もう危ないやないかと言われるんですけど、はい、今はだから若い子たちの起業支援であったりとか、まあ、あとは企業さんの、まあ、経営の、まあ、右腕みたいな形で、はいはい、まあ、事業部門をまるっとお任せしていただいたりとかしたりとか、はい、あと資産運用で経営者の悩みの相談を乗ってあげて運用させてあげたりとか、はい、まあ、いろんな会社をそういうことでやってるので、うちのグループでいくと LGBT の支援をされる方であったりとか、はいはい、お寺神社の副住職と一緒に会社作ったりとか、はい、マイナースポーツの支援をやってる人間と一緒に会社作ったりとか、あ、気楽な、ぶっ飛んだことをやってるやつらと一緒に面白いことをやろうっていうので、いろいろ手伝って、これがまあ簡単に言うと今やってる仕事かなって感じです。種田さん自体がめちゃくちゃ面白い人なのに、はい、さらにもっと面白くなっちゃうと思います。いや、これがね、僕よりも面白い人間まだまだいるんですよ
オンリーワンチャンネル。僕がもともとやってた、まあ、経歴みたいな話でいくと、はいはい、まあ、一番やっぱり大きかったのは、まあ、6代続く実は織物屋の息子で、うん、まあ、種田織物有限会社っていうね、はいはい、まあ、少しでもここにあの映像として残したいっていう思いもあって、うん、織物屋を自分が高校2年生の頃からおじいちゃんがまあいろいろあったりとかして、はいはい、景気が悪くなって、大学の2回生の時にそれがなくなったっていう経験があって、うん、それまではだから徒歩10分圏内で人生が終わる、お、はいはい、工場に行って家に帰ってご飯を食べてまた工場に行ってっていう生活を送る予定だったのが潰れたんですね、はい、これ参ったなみたいなところがやっぱ原点 で、うん、でやっぱその自分の工場が鉄球でこうバーンって潰されるところを実際に自分が目の当たりにした時に、はい、アイデンティティの喪失っていうんですかね、どうしよっかみたいなところがスタート で、うん、でまあ、そからあの大学に通いながら、まあ、ちょっと個人事業主みたいな感じの事業を譲渡してもらって、うん、まあ、引き継いでその人と先生と一緒に音楽スクールみたいな、はいはいはい、でそこが勉強っていうか経営者の、うん、まあ、もう本当にちっちゃい経営者のスタンプみたいなところから行って、で大学に行きながら、まあ、休学もして、はいはい、っていうのでアメリカに留学して、はい、で何をしたかったかっていう、まあ、その間にまあいろんな会社とかも紆余曲折もあったんですけど、うん、イベント屋さんをやったりとかね、はいはい、いろいろやったんですけど、アメリカに行って豊かさって何なんだろうって、うんうん、だからお金を持ってても豊かじゃない人もいれば、お金を持ってなくても豊かな人っているよね、うん、例えばうちのちっちゃな中小企業の織物屋やってた時なんか、うちの家族はギャー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 喧嘩もしてたしみたいなとこでしたけど、すごい自分の中で心の豊かさを感じてたっていう、うんうん、でそういうのがあって、その豊かさを研究しだしたっていうのが、はい、まあ、アメリカで研究をしたことで、うん、あ、じゃあこう生きてる環境とか文化とか、例えばキリスト教的な考え方、仏教的なもの、うん、それぞれに豊かさっていう考え方があるよね、はいはい、それを研究しようと思って、日本のこと全然知らないと思って日本に戻って、うん、で禅寺で修行しながら、うん、あの日本の大学、まあ同志社大学なんですけど、同志社で勉強して、うん、でやりながらNPO 法人でね、神社で NPO 法人の立ち上げを手伝うっていうですね、まあマニアックなキャリアを積み、で、あ、まあその後人材開発系のコンサルティングファームっていうところに行き、大企業の次は大企業の役員の人たちの教育とかを外資系コンサルの人たちと一緒にやるっていう、まあ難しいよなみたいなことを経験して、やっぱり豊かな考え方、それぞれには豊かな生き方みたいなのをチャンスをいっぱいある中で選ぶっていう、そういうような人生の生き方をしてもらいたいなって僕自身はすごい思って、はいはいはい、それで一個会社を29歳の時に作って、はいはい、で32の時に共同代表を譲って、うん、でも次からは自分の好きな人生を、はいはい、これで始めたのが株式会社タンダ。めっちゃもう笑い話なんですけど、株式会社タネダって僕の名字じゃないですか、はいはいはい、なんでこんな名前つけたかっていうと、めんどくさかったから、うん、そう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 、株式会社〇〇ってどうしようかなみたいな、もう俺の好きなことやろうで作った名前が株式会社タネダ。あ、でもいいと思うけど、うん、いいですか。いや、すごくいいと思うけど。マジっすか、大地さん。なんか一見わからなそうな感じじゃないですか、うん、何やってるかわかんない、全く分からないんですよ。逆に言うと何色でも染まれるでしょ。あ、それはね、あるんですよ、うん、うち面白いと思ったことは全部やるっていう会社で、うん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 、スタッフにもメンバーにも外部も内部もないから、はい、全員パートナーって僕らは言ってて、はいはい、でやりたいこと全部やれ、はい、会社作ってもいいし、うん、NPO やっててもいいし、こうやってユーチューバーになってもいいし、はいはい、何でも好きなことやれと、うんうんうん、で全部好きなことやって、自分が子供ができた時とか、自分が人生をまあ亡くなる時とかに、あーやったなと、うんうんうん、あとなんかおじいちゃんとか息子とかができた時に、おじいちゃんとかお父さんになった時に語れるネタを作れと、はいはいはい、お母さんになった時に、実は私お母さんこんなわけわからない会社で働いてたのよと、はい、いう思い出作りをしようっていうのでやってるのが今株式会社タネダかもしれないです。面白い。僕なんかこう、まあ、ダジャレじゃないですよ、うん、タネダのネタなんだね、うん、いや、まさにネタ作りっす。だから株
式会社タネだってくしくも今言ってて、はいはい、でうちのグループとかでよく勉強会とかやったりとか、うん、こうやるんですけど、みんなタネがつくんですよね、うん、タネ巻き会、ね、ああ面白い、あいいですね。でみんなで言ったんですよ、いやこれもうまともな会社に名前変えようかなって思うねんけどって言ったら、うん、中村っていうやつとか、はいはい、城崎とか、うんうん、あ城崎もいるし山下もいるし、例えば仮に田中っていうのがいたりするじゃないですか、はいはい、じゃあそいつらが全員いやいやトネードでいいんじゃないですかみたいな話になるわけですよ、うんうん、で加藤もいればとか、うんうん、名字が全員違うやつが、はいはいはい、いやいや、タネだったらおかしくない、うん、お前もうちタネじゃないのにって言ったら、いや、タネだで一緒みたいな。なるほどね。そうそうそう。で、お客さんとかに聞いても、いろんなクライアントさんに聞いても、いや、タネだでいいんじゃねって、うん、こんな話になるっていうのがすごい面白いなと思って。はい、それはあれですね、もちろんそのタネださんっていう人のそのキャラクターももちろんまああるんでしょうけど、うん、はい、なんかその、フィットするんでしょうね。皆さんの方が。なんか分からんすよ。いや、なんかね、それは逆に、本当それはね、すごく今感じますよ。マジですか、はい、なんていうの、今お話聞いていただけで、スタッフさん、パートナーさんから、はいはいはい、皆さんのお話してるみたいなですか、うん、みんなの顔浮かびますもんね。浮かぶ浮かぶ。そう、なんかね、それがすごいなっていうもの。いやいやいや、だからね、不思議な会社なんかもしれないんですけど、うん、一人一人に、うん、働き方とか営業の仕方とか育て方とか、はい、フィードバックの仕方も全部変えてますね。あ、なるほどね。だって一人一人って生き方も違えば、はい、生活も違うじゃないですか、うんうん、でそれをシステム化してこう事業を作っていくっていうやり方も僕はあると思うんですよ、はい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 、でそっちの方が楽なんですね、うん、経営者も、まあ、形を作っちゃった方がね、形作ってで成長させてってやった方が楽なんですけど、うん、いやいやいやと、うん、ちょい待てと、うん、うちは別に成長とかその大きくするとか今後どうなるかわからないんですけど、やっていったら勝手になんか伸びるんじゃねみたいな、その感覚でやってると、別にお金儲けをメインにしなければ社員のやつらがみんな幸せになれるような、もしくはお客さんが幸せになってくればいいよな、はいはい、って考えたら、いやバラバラでいいでしょっていう、うん、だから青色のやつがいたら青色のやつクライアントさんをくっつければいいし、うんうんうん、赤色の人間がいれば赤色をくっつけてあげればいい、うんうん、そのために環境を変えればいいんじゃないのって、うんうん、こう考えてるのが今うちの会社の、だから本当に50人とかこんなんなると思ってなかったですけど、なのかなっていうのは思いますね。オンリーワンチャンネル。いやでもそれをこうなんかこうそこに向かっていくっていう、うん、まあ、ご自分の中の、うん、まあ、ターニングポイントっていうのは、まあ、このチャンネルで言えば01に、まあ、過去の瞬間なんですけど、うん、ここだったなみたいなのって何かあるんですか？ああ、でも一つやっぱ大きな体験は先ほど言ったように、うん、実家がなくなった。あ、そこかよ。これかな。やっぱり実家がなくなった経験って、うん、なかなかこうできないと思うんですけど、うん、僕なんかはもうまさに小学校の時から夢は何って日記に書いてあるんですよ、後を継ぐと書いてあるわけですよ。これがなくなったわ、でかかったわ。でやっぱりそういう思いをさしたくない、はいはい、僕よく言うのは恩を受けたら恩を返せと、相手にやってやられて嫌なかったことは絶対人にしちゃダメって、当たり前の話かもしれないですけど、すごく大事なことだと思うんですよね。だからその意識により強くなったのはやっぱ大学の2年生ぐらいの時に経験をしたことかなって、あとは恩師との出会いかな、うん、だからそこで困った時に助けられた、まあ、准教授、大学の准教授がいて、うん、その教授との出会いで人生変わったって感じですかね。その話はねもうちょっと深く掘りしたいので、いやそこはちょっと後半に伺いたいと思いますけど、いやすいませんね、即出したがるからね、全部喋りたがるから。じゃあそんな中のちょっとブレイクをしたいので、うん、パワーソング、パワーソングを行かせていただきたいんですけど、いいですか、はい、何でいきましょう。いや僕ね、はい、何個か好きな曲があって、はいはい、それこそオペラで行くとフニフニフニフラとか、まあ、いろいろあるんですけど、うん、今一番やっぱりハマってて辛い時に聴く曲っていうのが1曲あって、辛いというかなんかねこう熱くなりたい時に聴く曲っていうのがあって、エレファントカシマシさんの悲しみの果て、あの曲はもう僕はずっ
とカラオケでも、はいはい、あの一人で行ったりするんですけど、歌う曲はエレファントカシマシさんの悲しみの果てですね。今日なんか全身本当は映したいぐらいですけど、ね、今日エレカシですかね。いやそんなことないですよ、はい、別にあのリスペクトしてるというよりはやっぱあの曲は熱くなりますね、うん。